皆さんこんにちは。こんにちは。モンストがアップデートされました。おめでとうございます。おめでとうございます。もう 4.0 ですか？ねえ、すごいね。すごいですね、1年ぐらいで。ちょっと簡単に見ていきましょう。はい、バージョン 4.0 かなりトピックがございます。1つ目、ワクワクの実がかなり手に入るようになりました。これはこの後に実際にやってみます。 そうですね、それでご確認ください。クリアできるのかな。やってみましょう。頑張ろう。はい、であとですね、次、モンスター引き換え機能というものが登場、うんうん、ちょっとこれは見ましょうか先に。このモンスターのですね、欄に引き換えというものができました、うん、メニューが追加されたね。はい、でこの引き換えからですね、ラックが上がってるキャラをですね、例えばラック70以上のキャラがいた時にこのどれかに変えられます。奥検知とかすごい美味しいですよね。しかも5体お、本当だ。おー、めっちゃうまいじゃないですか、うん。私は右絶対引き換えねえよ。いや、言ってないです、そんなこと。レチリこれで引き換えたらいいんじゃない。あ、ね、確かに運極いたらいらない。確かに、ね、それとかもあるし、あとレチリごめんね、レチリさん。あとラック10以上とかもあるので、うん、まあ、あのいらない使わないキャラが被っちゃった時とかね、合成してこれもらうとかでいいのかな、うん、そうやな、うん、ですかね、うん、あとラック5以上もあるので、うん、なんだ、あのガチャで出たキャラで、うん、ね、あ、そっかそっか、うん、ラック5排出のやつとかいて使わないなってやつを満検知とかに変えられたりとか、なかなか贅沢な使い方だよね。ただ今まで普通に売ってましたからね。売ってた、うん、それで言うと、例えばあのフレンドガチャとかをやって、うん、星2とかのキャラ出た時ラック5以上まで上がりますよね多分。何回か合成してラック上げてこれで満検知に変えるとかもできるのかな、うん、多分、まあ、お金はかかっちゃいますけど、うん、どっちの方がいいんでしょうかね。分からん、分かんないけど、まあ、お金以外の選択肢もできたということで、うん、結構いいんじゃないでしょうか。はい、はい、次行きましょう。まだまだございます。あとですね、一番すごいのこれじゃないですか、イベントスケジュールの予約通知機能。めっちゃ便利、これめっちゃ便利。これも先に見ちゃいましょう、うん、クエストイベントとかですね、これからですね、あの右上の方にイベントスケジュールホワホワっていうのが出てて、これタップするとですね、なんと開催予定、開催中、その日に終了したもの、だから逃しちゃったやつですね、が表示されるようになりました。もう神化の素材だな。はい、逃さない。例えば今日1月29日15時からですね、カブトロス来るって言ってこれ予約ポンってしておくと通知が来ます、うん、その始まる時間に。通知をオンにしとかないとダメだよね。あ、そうですね、はい、通知はぜひあのアプリ自体の通知はオンにしておきましょう。じゃないと来ませんからね、きっと皆さんね、はい、それは注意してください、はい、なのでこれ逃したくないとこ全部チェック入れとけば OK ですよ、うん、ね、キーとか来ますよ。あ、キー来る、これ予約しとこ降臨じゃなくて、フランケンシュタインは、フランケンシュタイン、フランケンシュタインはいらないかなこんな感じで、降臨とイベントを予約できます。結構ね、先の予定まであっていいですよね、うん、結構いいですね。この終了っていうのが何気にね、僕の中ではね、やっぱりキュポン逃したと思ってちょっと集めたかったのにと思って、これかなり便利な機能です、重宝すると思います。はい、はい、続きまして、続きましてまだまだございます、ボスキャラの出現クエスト名が確認可能にっていうのはさっきのあそこにも出るし、え、うん、モンスター詳細画面で確認可能なんの、え、これすごいですね。ってことはモンスター詳細で、降臨キャラ誰だ誰だ、ビシャス、なんかハテナマーク出てますね。あるな。あー、なるほど。おー、そういうこと。あー、そういうことか。こういうことですね、ボス名とその、いや大切大切、うん、クエスト名意外と分かんないよ、うん、一致してないこと多いですからね。で、あのバナーも出るので、あ、これかって分かりやすいと思います。これは素晴らしいね。これいいですね、重箱の隅だね、はい、重箱の隅よく分からないけどそういう使い方しないんじゃないですか続いてまだまだあります、モンスター自動ロック機能。あの、ガチャで星5以上が出た時にもう自動でロック、ガチャだけか、うん、そうか、ガチャだけか、そうですね。で、これはあの設定からオンオフできます、はい、いらないっていう人はオフにもできます、はい、次、ゲームオーバー時の攻略動画の表示設定が可能に、うん、あの今までゲームオーバーするとホームに戻るか動画を見るっていうあれ出てたんですけども、それをあのなんだ、ホームに戻るだけにすることもできるようになりました。はい、はい、で次ですね、データダウンロード時の画面デザインが新しくなります。多分これ今日あのアップデートした方、あ、変わってるなと思ったんじゃないでしょうか。あの今まで通り時間とか、あ、予測時間とか出てましたね。あとパーセンテージは前も出てたんですけど、出てないか、出てないわ、グラフだけだった。
グラフっていうかメーターか、それであとゲーム情報出ますね。なんかこういう時はこうするといいんじゃないとか、この3種類の紙はこんな使い方だよみたいなミニ情報。はい、次モンスターボックスが初心者に使いやすく、これはですねモンスト始めた方の機能ですね。ランク29までの期間、なんとですねモンスターボックスの収納数が一時的に40体分多くなります。これすごいっす、ね、これすごいです、はい、ゆとりゆとり、ゆとりひどいなそうですね結構ねプラス40は大きいと思いますよ。だってこれ30になった時点で40体分こそっとそう売るかなんかしないと作る人いけなくなっちゃう。そうですね、タスとかもかなり手に入りますし、うん、亀ね序盤持っとくと結構便利なとこありますからね、うん、はい、そんなわけで、はい、あと絆メーターがリニューアルしてオーブとかクエストチケット来るらしいですよ。へえ、これすごくないですか。いいですね。絆メーターでオーブもらえたらめっちゃ嬉しい。いいよね。何個かの刻みで5個ぐらいもらえるとかじゃなかったっけ。そうなんですか、すごいな。まあ、皆さんもぜひともねお試しください。はい、やってください。次誰何をもらえるか見えますもんね。いいですね、うん、というわけでこんな感じでかなり変わりました。すげー、まあ、あと全体的に背景も色変わりましたよね、黒っぽく。あ、もう変わんなかったこれ変わったと思うよ、うん、僕だけ。じゃあワクワクの実をちょっと取りに行ってみましょうか。実際に取りに行ってみましょう実際に取りに行ってみましょうか。実際に取りに行ってみましょう。立てます、お願いします。修羅場 Yes Yes 参加これですね。あれ、一応私もワクワクキャラで参ります。ワクワク集めに行きましょう。ワクワクとあとイザナミ2。うん、行きます。ゲームファイッ、偉大なる、偉大なる、偉大なるシュララーラーボンみたいな。タタラバ、タタラバ。今何時なの。今8時43分ですね。僕さっきホラーゲームをですね2時間ぐらい撮ってまして、もうあのいわゆる産地みたいなものを削れていましてですね、産地、なんか正常値みたいなやつがあるんですよ、小軌道みたいな。おお、すげえ、めっちゃ倒した。いや、マミルトンさん、何え、マミルトンさんの落ちてないの。落ちてない。え、落ちたんすか。金落ちた。あ、今のじゃあだ言ってた例のダメージ、そうそうそう、マルチで行った時の、うんうん、なんか人数が多ければ、うん、とか、あとなんかいろいろな要因で落ちたりするらしいですね、うんうん、落ちたよ、すごい。まあ、確かに今めっちゃダメージ与えてましたもんね。あ、そういうのもあんのか、うん、なるほどね。ダメージとレジャーだ。はい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 、うん、そうかそうかそうか、そもそもあれダメージ与えた時に出るやつなのか、うんうん、しかもダメージ与えた人しかもらえないんだよね欲しい。で、今回のアップデートだと、うん、ノーコン報酬でも確実に出るようになった、うん、とのことなので、まあこの動画の目標としてはノーコンしたいんですけど、はい、僕さっき落ちたから、うん、コンってするよ普通にまあそうです、ね、金出たし、だって金出たわ、このね。いや、これは何の目的を全うするために濃厚しましょう。ダメだ、ダメだ負けたとしてもコンティニューするぞもうプライドとかオーブとかじゃなくてね、ワクワクの実金ですだって考えてもご覧なさいよ、マミルトンさん。もし大丈夫だ、もし特急 L とかだったらどうする。やばい、最近金なんかちょっと前めっちゃもっと出てくる最近金気のせいかもしれない文句いいですやべ引っかかっちゃった。すいません、ちょっと金が出たからって。これはカンカンした方だけなんですかね、それとも友情交互も含まれるのかな。わからん。イザナミって割と稼げるやつですからね。ね、なんか稼げそうだなと思って、うん、あ、でもマルチの人数に応じてだから、うん、2人だと、え、もう落ちないとかあんの、ないのかな。あー、そういうことか。あるのかな。あるかも。
そう、2人だと何か1個って聞いたですよね、うん、じゃあもう落ちないわ。にんまり人が変わっても落ちないの？どうなんですか？あ、どうなんでしょうね。私落ちないからまた落ちるかもしれないと思って、うんうん、なんかダメージ出るようにおっしゃやったけど全然落ちない。あ、黄色いステージ来なかった。やべ。お。あ、しかもコンティニューすればいいとか言って、これ僕じゃなくてマミルトンホストだ。やばい。やばい。また言われちゃう。やばいよ。いや、この前に一回高橋くんホストでやってちょっと NG 出したんで2回目なんで大丈夫ですよ皆さん。優しい補足をしてくれたね。泣きそうだよ。順調順調。キイ、これ次は左に行っちゃいけない。これ何がこんなに食らってんの？ホーミング強すぎじゃない？よし、オッケー、オッケー、オッケー。JJ を減らせ。JJJ が3体攻撃きますね。アヒ、アヒ。あ、そんな食らってないか。火のやつに全部食らったから。ああ。よっ。オッケー。1体倒して、2体倒して、オッケー。HP は大丈夫ですか？ハート欲しいです。欲しいな。ないか。あ、出た。第二段階。待ちます？あの、育てます？それとも取っちゃう？結構危ないから取った方がいいですよね、うん、あのやつの位置は何かわからん、うん、分かんない。1万5000は、うん、あ、これか。これあれだったら耐えれたな、うんうん、マーリン先生がいる。マーリン先生で下のイザナミにも当ててきたいんですけど無理かな。無理だな。おっ、オッケー、全回復。あの、最大量、最大量回復。あ、こっちにいちゃダメだ。そうですね、うん、あの、ヘビがね、うん、水属性のヘビが 5体だか倒したんじゃない多分これ。あ、ちょうど上にいていいんじゃないですか。あ、上ボスだもんね、うん、よし、殴ろう、殴ろう。ここでこやっちゃって、うん、まあまあまあ、こいつはどんなやつかな。魔王キラーなんだこの人。そうです。あと貫通コンビ。魔王キラー、魔王キラーってことはジュラサウラー。ジュラサウラーには OK。 なるほどね。これ痛いな。よし、マリン先生頼むわ。マリン先生頼むわ。はっちゃくちゃいました。大丈夫か。死なない、死なないか。グルメスカって何だ。死なないか。当たる。あー、なんかなんどこ行った。どこ行った。しかしこれ、これどっちかな。これ抜けちゃうかな。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。耐えろ耐えろ耐えろ。頼む。ただ次これ、死ぬね。むしろ上のボスは攻撃来なくて下のカエルの方が来るみたいな、はい、感して、はい、あとヘビがね大量に
何かを吐き出すので、危ない、1秒やった。明日のヘビは、あ、あ、そうだ、毒そうだ、毒ハート、今の時に取れてなかったら、あ、あ、ブキ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 、ちょっと待って、今電源ボタン押しちゃった、危ね、よくあるさ、はっラッキー、あー、取る、なんだっけ、ダメージ取れじゃん、もったいない、コイッチニュースされた。いや、まさかするとは思ってなかった。本当だったっすか。なんかただの高橋得である。貴様。ウェイ、次、ラジュラザウラ、クジュラザウラですね、割とイザナミが下にいますね。うむ、撃っちゃうか、うむ、こいつはなんだ、あのランダです、おう、弱点この人ないけど、なるほど、ジュラザウラを倒せ、悪い子にはお仕置きしちゃうぞ、おっしゃっしゃ、あー、倒せ、倒しきれてない、でもかなりいったよ、77万かなり出たよ、それショット打てない、おー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 、魔法をかけてあげる、ストライクショット、あ、オッケー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 、あー、倒しきれなかったよ、ジュラさん、ジュラさん、ジュラさん、お、あいつが身代わりになってくれた、身代わりになったありがとう、ありがとう、ありがとう、本当ありがとう、ドーン、ドーン、十分、よし、私も使おう、行かねえかな、ケイケイ、あ、そうか、復活させるのか、スピクリ、無理か、無理か、いかない、あとちょいだよ、あとちょいだった、すっげえあとちょいだった、ちょいだった、あ、でもスピクリしてもあのワクワクのネタなんていうの、濃厚したから OK、 濃厚でもらえる、濃厚してない、え、あ、濃厚してない、してない、してない、銀銀銀、ない銀、なので僕の金が何かということに焦点が、そうですね、いやマジこれマジあの特急 L とか出たらまみるとさまさまですよ今後頭が頼むぞ、なんか来てくれ、さあ来てくれ、特急ですよね、あれ、あれ特急ですよね、特急は特急だけど、うん、まあピカランテは乗ってない、内容は、あー、なるほど、周りなんだっけ、25ターン、別にね、照明削りだな照明削りだな、ちょっとね一撃失神もちょっと考えたんですけど、うん、まあまあ、それの M とか特急は確率が上がるってことですか、そうです、ただね周りにそんな攻撃する人じゃないので、うん、あんまカンカンする人でもないからやっぱ照明削りですかね、うん、7.5% かなりでかいからね、うん、いや、ちょっとすいません、もう元あるやつで来ます、私も残念ながら元あるやつでした、スピードアップだった、同属性よっ、まあまあ、そんな感じです、はい、ちょっと
なんかあれでしたけども、濃紺はできなかったです、ね、濃紺すると、確実に一つ落ちます、うん、であとマルチしてる時だったらそのダメージ量に応じて、それ今回ね出ましたね、うん、僕だけ、うん、ダメージ出せなかったから私なんですかね、うん、ちょっとあんまよく分からなかったんですけど、うん、まあそれでも落ちるかもしれないということなので、はい、まあ、さらに、落ちる確率上がった確率というか落ちやすくなったかもしれません、うんうん、マルチでやるとね、そうですね、というわけでぜひ皆様、ね、特急 L を目指して頑張りましょう、頑張りましょう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします、私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください、現地で参加できるイベントもありますので機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですのでぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。